今回は決算書の見方と分析の論点について解説したいと思います。まずは貸借対象表について。貸借対象表は企業の財政状態を表す決算書です。イメージとしては紙が真ん中で分かれていて、左側には企業が持っている資産が、右側には 企業が抱えている負債と資産と負債の差額である純資産が表示されていますで。純資産が資産と負債の差額であるということは、左側の金額の合計と右側の金額の合計が必ず等しくなるということです。でちなみに、負債の額が変わらず資産の価値が目減りすることによって、資産の額よりも負債の額の方が多くなった場合には、 純資産の額はマイナスになります。このような状態のことを債務超過と言います。そして、貸借対象表を個人の家計に応用したものが、ライフプランニングと資金計画の分野で学習した個人バランスシートです。で個人バランスシートの論点でも同じことを言いましたけれども、貸借対象表の左側は、企業が今保有している資産の合計で、右側は、 その資産をどのように調達したかを表しています。さて、企業の貸借対象表は、企業の財政状態を表示するだけでなく、それを分析するためのものでもありますから、資産や負債や純資産は細かく分類することができます。そこで、FP 試験の対策レベルで、ざっくりとした内訳について説明したいと思います。 まずは資産について。資産は1年以内に現金化できると考えられる流動資産と、すぐに現金化する予定のない固定資産に分けることができます。でさらに流動資産は、1年以内に確実に現金化できると考えられる当座資産と、もしかすると1年以内に現金化できないかもしれない棚卸資産に分けることができます。つまり、 流動資産から棚卸し資産を引いたものが、当座資産ということです。ちなみに、棚卸し資産というのは、商品の在庫や作りかけの製品などが当てはまります。それから、負債も流動負債と固定負債に分けることができます。簿記の世界で流動や固定というと、基本的に1年を超えるか否かという意味ですから、流動負債は、 返済期日まで1年以下の負債のことで、固定負債は返済期日まで1年を超える負債のことです。ではここで基本的な貸借対象表の分析指標についてお話ししたいと思います。まずは自己資本比率について。これは簡単に言えば企業の健全性を図る指標で、 自己資本を総資産で割って求めます。つまり、企業が保有している資産をたくさん自己資金で賄っているほど経営が安定していると考えて、総資産のうち自己資本が占める割合を求めているわけです。ちなみに、厳密に言えば自己資本と純資産は少し概念が異なるんですが、FP の3級や2級のレベルにおいては同じものと考えて差し支えありません。 次は流動比率について。これは企業の資金繰りの安全性を判断する指標で、流動資産を流動負債で割って求めます。つまり、1年以内に現金化できるものが、1年以内に返さなくてはいけないものに対して、どれだけ手元にあるのかという意味で、企業の短期的な支払い能力を表しています。そして、 流動比率と似ている指標に、当座比率という指標があります。これも流動比率と同じく、企業の短期的な資金繰りの安全性を判断する指標で、当座資産を流動負債で割って求めます。流動資産には、もしかすると1年以内に現金化できないかもしれない棚卸し資産が含まれていますから、それを除いた1年以内に ほぼ確実に現金化できる資産。つまり、当座資産が1年以内に返さなくてはいけないものに対してどれだけ手元にあるのかという意味です。したがって、流動比率よりもシビアに企業の短期的な支払い能力を測る指標だと言えます。次は固定比率について。これは企業の長期的な支払い能力を判断する指標で、 固定資産を自己資本で割って求めます。要するに、基本的にすぐに現金化する予定がない固定資産は、全額返済する必要がない自己資金で賄うのが理想だと考えて、自己資本に対する固定資産の割合を求めているわけです。同じ支払い能力を判断する指標でも、流動比率や当座比率は100%を超えるほどいいのに対して、 固定比率は100%を下回るほどいいと言えます。そして、固定比率に似ている指標に固定長期適合率という指標があります。これも固定比率と同じく、企業の長期的な支払い能力を判断する指標で、固定資産を自己資本と固定負債の合計で割って求めます。 基本的にすぐに現金化する予定がない固定資産は理想を言えば全額返済する必要がない自己資金で賄うのが望ましいんですが大きな設備投資をするとそれはなかなか現実的な話ではありませんからとりあえず長期資金で賄えていたらすぐには資金繰りが圧迫されることはないだろうと考えられますそこで固定比率の分母に固定負債を足して 固定比率よりも要求レベルを緩やかにした指標が固定長期適合率だというわけですそれではここで例題を解いて確認したいと思います今から画面にある貸借対象表をもとに4つの指標の値を求めていきますですが簿記の勉強をしたことがない方にとっては馴染みがない単語がありますから最初に用語の解説をしておきたいと思います でまず、売掛金というのは、商品を売った時の付けだと思ってください。で1年以上付けを放置する人はまずいませんから、売掛金は1年以内にもらえるお金です。でつまり、流動資産のうち、当座資産に当たりますで。次の製品と商品は、1年以内に売れて現金化できる保証はありませんから、流動資産のうち、棚卸資産に該当します。 それから、仕掛かり品というのは、作りかけの製品のことです。これも、1年以内に売れて現金化できる保証はありませんから、流動資産のうち、棚卸資産に該当しますで。最後の株主資本は、厳密には少し概念が異なるんですが、自己資本のことだと思ってください。それでは、これらを踏まえて、各指標の値を求めていきますと、 自己資本比率は企業の健全性を測る指標で、総資産のうち自己資本が占める割合を求めるものですから、自己資本割る総資産、イコール500割る1000で50%となります。次の流動比率は企業の短期的な支払い能力を判断する指標で、流動負債に対してどれだけの流動資産があるかという割合を求めるものですから、 流動資産割る流動負債イコール600割る200で300%となります。当座比率は流動比率よりもシビアに企業の短期的な支払い能力を判断する指標で、流動負債に対してどれだけの当座資産、つまり流動資産から棚卸し資産の除いた金額があるかという割合を求めるものですから、当座資産割る流動負債イコール 400割る200で200となりますで最後の固定比率は企業の長期的な支払い能力を判断する指標で自己資本でどれだけ固定資産を賄っているのかつまり自己資本に占める固定資産の割合を求めるものですから固定資産割る自己資本イコー4 0 0る5 0 0で80%となります。 続いては、損益計算書について。損益計算書は、企業の経営成績を表す決算書です。損益計算書のイメージは、テキストや画面にある通りで、収益と費用を比べて、その差額の利益を表示するものです。損益計算書には4種類の利益が出てきますから、これらをきちんと区別できるようになってください。 でまず、損益計算書で一番初めに出てくる利益が、売上総利益。通称、粗利益と呼ばれる利益です。これは、売上高から売上原価を控除して求められる利益で、販売する商品やサービスの競争力が高いほど、売上高に対する売上総利益の割合は高くなります。で次に、売上総利益から、 販売費及び一般管理費を控除すると営業利益を求めることができます。これは、いわば企業の本業の経営成績にあたる利益です。そして、営業利益に営業外収益を足して営業外費用を引くと経常利益を求めることができます。これは本業の成績と資金の運用調達の成績を合算した利益で、 企業の正常な状態における利益だと言えますで。最後に、経常利益に特別利益を足して特別損失を引くと、税引き前当期純利益を求めることができますで。これが企業の最終的な経営成績だと言えるもので、ここから法人税などを引くと、税引き後当期純利益になります。でちなみに、 4つの利益は紛らわしくて覚えにくそうですが、上から相上を順になっています。ではここで、基本的な損益計算書の分析指標についてお話ししたいと思います。まずは売上高利益率について。これは売上高に対してどれだけの利益が出ているかという収益性を測る指標で、 各種利益を売上高で割って求めます。それから、回転率というのは、ある経営資源に対して、売上高が何回転したか、要は何倍の売上を叩き出したかという指標です。これは、経営資源をどれだけ有効に活用したかを表していて、例えば、総資産回転率というと、売上高を総資産で割って求めます。 で次の総資産利益率は ROA という略称でよく使われます。ROA は Return on Asset 能力。つまり、アセットの上にリターンという分数式で表される指標で、利益を総資産で割って求めることができます。要するに、投下した経営資源に対して、どれだけ効率よく利益を上げたかという指標で、 しばしば売上高利益率×総資産回転率というふうに分解されます。これには ROA を上げるために商品の利益率を改善しなくてはいけないのか、それとも営業努力をして販売量を上げなくてはいけないのかを分析する意味があります。次は変動損益計算書を使った指標について。 変動損益計算書は外部に報告するものではなくて経営判断を行うための損益計算書で費用を変動費と固定費に分けているのが特徴ですちなみに変動費とは売上の増減に比例して変動する費用のことで固定費とは売上に関係なく変動しない費用のことです売上高から変動費を引くと 限界利益が求められて、限界利益から固定費を引くと営業利益が求められます。このような損益計算書を作るメリットは、売上高の変動に伴う利益の増減を予測することができる点です。つまり、いくらの売上があれば損益がトントンになるのかという損益分岐点を求めることができたり、 目標となる利益を上げるための売上高を知ることができたりするわけです。ちなみに、限界利益は固定費がゼロの場合に得られる利益の最大額という意味で、限界という言葉が使われているんだと思ってください。なお、損益分岐点売上高は固定費割る限界利益率という式で計算することができます。 一応計算式の理屈を説明しますとこれは損益分岐点売上高引く変動費引く固定費イコール0という式と同じ意味です詳しい式の変形方法は画面に書いてある通りなんですが要するに売上高に限界利益率をかけたものが固定費と等しくなるときそれが損益分岐点売上高であるということで この式の両辺を限界利益率で割ると冒頭の式になります。次は損益分岐点比率について。損益分岐点図表は縦軸が売上高と費用、横軸が売上高になっています。この図は横軸が原因で縦軸が結果というふうに考えればとても理解がしやすくて、 ある量を売り上げたことを原因として、固定費と変動費が合計いくらかかるのかというふうに読み取ってください。つまり、この図は営業を続けていれば右に進んでいきますから、売上高が棒グラフとして右に伸びていくイメージを持っていただきたいんです。そして、棒グラフがある程度伸びていくといつか損益分岐点を超えるんですが、 損益分岐点比率は棒グラフのうち損益分岐点売上高が占める割合なんだと思ってください。つまり損益分岐点比率は損益分岐点売上高を売上高で割って求めるんです。で当然損益分岐点よりもたくさん売り上げるほど事業の調子が悪くなった時でも余裕が生まれますから望ましいので損益分岐点比率は 低いほど望ましいと言えますで。ちなみに、損益分岐点を超えた売上高を安全余裕額と言って、売上高に占める安全余裕額の割合を安全余裕率と言います。図で見ると一目瞭然なんですが、安全余裕率や安全余裕額は高いほど望ましくて、損益分岐点比率と安全余裕率の合計は、 100%になります。続いては、その他の決算書について。キャッシュフロー計算書は、その名の通り、一会計機関における現金と現金同等物の増減を表す決算書です。そして、株主資本等変動計算書は、貸借対象表の純資産の変動額とその理由を表す決算書です。 法人税申告書別表4は、法人税の論点でも少し出てきましたが、会計上の利益を法人税法上の所得に修正するための決算書です。それから、個別中期表は、他の決算書についての注意書きをひとまとめにした決算書というイメージです。日常生活で財務諸表とか決算書というと、 対借対象表と損益計算書の2つを指すことが一般的なんですが、これは協議の財務書表で、講義にはこれに今出てきた4つの計算書を合わせた6つを指します。次は会社法上の計算書類について。会社法では利害関係者に向けて、 会社の財政状態と経営成績に関する情報を開示するよう義務付けられています。そこで、貸借対象表と損益計算書に株主資本等変動計算書と個別中期表を加えた4つの決算書は株式会社が必ず作成しなくてはいけないこととされていますで。別表4は納める税額を確定するためのもので、キャッシュフロー計算書は 経営者が資金繰りを把握するための内部資料というイメージですから、これらは覗かれるんだと思ってください。ちなみに、キャッシュフロー計算書は、金融商品取引法によって、上場会社などに作成と開示が義務付けられていますが、ほとんどの中小企業においては作成義務はありません。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。